皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけで今日はですね、ちょっと面白いサービスを使ってファッション動画を撮っていこうと思ったわけなんですけど、やっぱりね、毎日お洋服着るじゃん。みんなもまあ毎日、まあ一応着てるかなと思うんだけど、まあコーディネート考えたりするのもだし、そういう時間ってめんどくさいし、なんかいやセンスないしとかっていう人ね、たくさんいると思うの。私もなんかコーディネートとか別にそんな得意じゃないしっていうところがあるので、今回はちょっとお洋服のレンタルっていうのは初めてしてみようと思ってちょっとねやってみたので、なんかいろいろ見てたんだけど、なんかちょっと面白そうだなって思ったのが R かわいいっていうまあなんかそのまんまなんですけどっていうなんかサイトがあって、月額いくらいくらでお任せスタイルとかもやってくれるみたいだったんで、今回取り寄せてみました。はい。で、ちなみにね、事前に登録するとこんな感じで、まあ自分の身長、あとは好きないつも着る色で、いつも着るブランド、私は完全にプロのスタイリストさんにお任せっていうやつに、完全なお任せにしたんだけど、綺麗系とかフェミニンとかオフィストレンドとか、あとは大人カジュアル、結婚式みたいなものだったりとか、あとはマタニティなんていうのもね、ちょっと面白いんですけどあったので、いろんなジャンルがあって面白いなと思ったんで、今回はこちらでお洋服をレンタルしてみました。はい、というわけでですね、あ、もうね、次の日とかに手配してくれて、次の次の日ぐらいには届いたかもです。というわけで今ボックスがね、うちに届いてます。それがこちらです。じゃじゃーん。はーい、先生どうでしょう。うん、どんな感じ、どんな感じですか。はい、先生もね気になっておりますが、こちらまだ私本当に到着してから中身開けてないんで、どういうタイプのものが入ってるかわかんないんですよ。で、今回は完全にお任せってしたから、いつも私が着てる感じじゃないお洋服とかもたくさん入ってるかもなんだけど、それもね、なんか前回の動画で私ブルベっぽいメイクに挑戦したりっていうのもあったんで、ちょっとね、いつもと違う雰囲気の動画にしようかなと思ったんで、ちょっと雰囲気が違うものが入ってたりしたら、それはそれで面白いかなと思います。だがジャージなのバレちゃう、バレちゃう、バレちゃったから、もういっか。はい、というわけでじゃあ箱開けます。オープン。はーい、こんな感じですね。チェンチェン気になる？はい、というわけで箱を開けると、はい、なんかファイルが入ってんね。そうか、変装をしなきゃいけないから変装用の伝票が入ってまして、あとはファイル何が入ってんだろうな。あ、レンタルで今回入っていたものの商品名が入っています。どんどん出していこうか。はい、今回私が頼んだプランっていうのが、月額19,800円で6着借りるっていうやつだったかな、ちょっと忘れちゃった。下に説明入れておきますけども、それでちょっと初めて頼んでみました。はい、じゃあ1着目出してみましょう。では1着目はこちら。おーい、普通の私がマジで着てそうなタンクトップじゃない、すごく合わせやすそうなタンクトップっぽい。ちょっと開けてみましょう。なんかレンタルっていうけど、こういうのって新品が来るの、まずそういうのごめんなさい、私全然なんかそう知らないんだけど。あ、 T シャツだったよ。ここのところがなんだろう、ハートっぽいっていうか、ふってなってて、デコルテが綺麗に見えそうな、こんな感じの白 T ですね。まあ普通にオフィスだったりとか、普段とかでもスカートで合わせたりとか、いろいろ使い回ししやすそうなやつが1着目入ってましたね。はーい、これが1個目です。で、これ紙によると、こちらは、あ、ロイヤルパーティー、知ってるよ、着たことあるよ、ロイヤルパーティーのインナー白っていうことになってますね。はーい、こちらが1着目。はい、では2着目。2着目はこちら、じゃじゃーん。まあこれも私が着そうな、ちょっとくすんだピンクっぽいとかベージュっぽいやつかな。なんかちょっと今の時期にはもう暑そうな感じもするんだけども、はい、あ、パフスリーブのニット、これもなんか私が着てそうだね。で、首のところがこんな感じになってるから、ちょっと横で結べるっていう、ちょっとあれですね、綺麗め、可愛いめスタイル。まあもともとこれがあれ R 可愛いっていうサイトなので、可愛めのお洋服が多いのかもしれないですけども、はい、こんな感じですね。これも私がすごく着そうで、こちらはダズリンインナーピンクベージュ。ダズリンだって、私ダズリンってお洋服着たことあるんだけども、もう数年前よ。ダズリンって本当に結構可愛いのど真ん中、超可愛い感じのお洋服が多いから、最近はあんまり着てなかったんだけど、まあこれだったらでもね、割と何でも回せやすそうだし、切れそうだよね。はい、というわけで2着目こんな感じですね。はい、じゃあ3着目。3着目はダンピかな、こちらです。じゃじゃーん。はーい、水玉
ていうのかな、なんて言うんだろう、お砂場柄ちょっとごめんなさい、ファッション用語がいまいちわかんないです。お砂場柄ですね。お砂場柄のお洋服となっておりまして、はい、綺麗に入ってる。すごくインナーの、あ、キャミのツルツルの水色っぽいグレーっていうのかな、キャミのインナーと、あとはおー、ノースリのワンピース。丈感はちょうどぴったりですね。やっぱ身長入れてあるからすっごい長いっていうのは届かない、ね、あ、すっごいこれ普段着にしやすそうな感じ、良さそう。はい、こんな感じで書いてます。ちょっとこれ全部後で着ますね。めっちゃダサいやん、やばくない？この感じ。これセブでしょ？セブ島で買ったん、浮かれちゃって。はい、っていう感じで3着目はワンピースでした。砂嵐のワンピース。このワンピースは多分スナイデルのワンピース、なんか確かにちょっと見たことあるなって思ったんだよね、ウサギオンライン見てるから。の、水色のワンピースみたいだね。2020年の新作、店頭販売中って書いてあるから Now on sale ってことですね。イエイっていうやつですね。はい、じゃあ次が4着目で、4着目がね、私があんまり着なさそうな柄なんで、ちょっと着たらどうなのかな、面白そう。こちら、じゃじゃん、だいぶ大ぶりのお花が描かれているスカートじゃないかなと思います。はーい、こういうのはなかなか私選ばなそう。こんな感じ、丈感的にはちょうど膝下ぐらいのミディアム丈のやつですね。はい、でもやっぱりウエストとかもだいぶぴったりめなやつが来てるからも気持ちいいね。普通のサイトだとサイズ感がさ、わかんないなっていう時とかあるけど、結構そういうところはぴったりで送ってきてくれてる。で、このスカートはどこのかしら。このスカートはちょっと待って、急に読めない、初めてのブランドだ。デビューデフィール、デビューデフィール、デビューフィールのスカートのネイビーですね。はい、これは全部テロップの方で、音声はちょっとね、わからないです、読み方わからないですけど、そういうやつでもきっとね、フランスのブランドでしょうね。はい、っていうわけで4着目はこちらでした。はい、じゃあ次5着目、そろそろ迫ってまいりました。これも私がすごく選ばなそう、こちらです。じゃじゃん、はい、ピンクにバラ、儚げな色味的な、なんかラルムの雑誌とかのイメージング、なんだろう、これスカートかな、出してみましょう。はい、あ、うん、もう、あ、スカートですね、スカート。でもウエスト感はゴムだから良さそう。あ、うん、ウエスト絶対ぴったりだ、いい感じ、サイズ感がいいですね。でも見て、私がすごい着なさそうなスカート、どうかしら、似合うのかな。これは私は本当に絶対一生選ぶことがなさそうなタイプなんで、逆に履きがいがあるわっていうやつで、これはどこのスカートか、あ、これもね、2020年新作、店頭発売中、レッセパッセのスカートのピンクだって。レッセパッセも確かに普段着るブランドっていうのを選んだもん。こんなんレッセ出てたっけ、っていう。でも生地感はすごくね、しっかりしてそうな感じで、裏地もこういうのなので透けにくそうですね。はい、じゃあ次、最後はこちらです。じゃじゃん、で、ソーレースの、あ、書いてある、ミーヤだ、買ったことある、ミーヤの、アイボリー、これは何、ワンピースかな、面白いね、何が出てくるか分かんない感じ。あ、ワンピー、あ、ノースリーブパンピー、これ結構みんな的に私着てそうだなってイメージない、裾がちょっと平ってなっていて、レースのノースリーブのワンピースですね。これはなんか普通に私着てそうなイメージングを自分的にもあるかな。はい、っていうことで、ワンピースが2着、スカート2着、トップス2で222ってことで、バランスよく入ってたかなと思います。はい、で、このね、最後のやつがミーヤのワンピースドレスベージュっていうものでしたね。はい、これで6点入っておりました。でね、この箱の中に、はい、こんな感じでメジャーですねが入っていて、この紙を読んでみると、届いたお洋服にサイズ違い、破損、汚れがあればすぐに交換します。ウェブ上の評価するから、評価や次の要望を記入し、すぐにお洋服をご返却ください。サイズが合わない場合は正確な3サイズ、ヌード寸法をご確認くださいということで、どんどん希望と
こうアップデートしてすり合わせて自分の好きなお洋服がこう届くようにっていう、そういうアップデートしてくれるシステムなようですね。お洋服を購入したい場合はウェブ上から購入手続きを行い、購入しなかったお洋服だけをご返却ください。あ、いいんじゃないでしょうか。靴でもねこういうサービスあったかなと思うんですけども、まあこういう中でなかなかそお外に買い物に行けなかったりですとか、まあ、近くにねそのお洋服屋さんたくさんまとまってるところがないとか、自分のお気に入りのお洋服屋さんがないとかだったら、この中にねそのブランドが入ってたら試しに着てみてサイズ感だったりっていうのを試せるのはすごくいいと思います。やっぱりお洋服って可愛くても靴もそうなんだけど、サイズ感が合わないとちょっとあれ着ないなってなったりとか、特にボトムスね。あとはやっぱり見てると可愛いんだけど自分で着て合わせてみるとシルエットが気に入らないなとか、すごく太って見えるとかってやっぱね着てみないとわからないことってたくさんあると思うので、はい、ちょっとこんな感じでちょっと実際着てみようと思います。ここがプリーツになってるんで、はい、シュッとシュッと、あとブラのラインが目立たなそうでいいですね。はい、でここでキュッとしてこうしてくれるからいいですね。あと丈感がちょうどいいですね。令和のシンデレラ。はい、っていうことでこちらが1着目でした。いかがでしょう。まあよく私が着てるっていうイメージ感のあるねやつだったかなと思います。感じのパフスリーブです。まあ別に可愛いけどちょっと季節感的に暑いですね。暑い、丈も短めでいいかなっていうところですけど、あんまりやっぱピンクベージュの色味って私着るとなんか顔がぼんやりしちゃうかなっていう感じがします。でスカートはウエストちょっと緩めだけど、わりかしサイズ感はねどれも良さそうでした。でもやっぱりなんかこの丈感のスカートって私あんまり似合わないかなっていう感じはしてる。では参考で見感じで、まあサイズ感はこちらもいい感じです。トップスはやっぱりちょっと透けちゃうので中にユニクロのやつ着ました。はい、そんな感じ。ちょっとでも素材感的な、今日は暑いからかな、もうちょっとこの素材感でさえ暑いかなっていう感じです。はい、まあここはすっきり見えるかなっていう感じだけど、私がこれを着て思った感想はトリックの仲間ゆきえさん感、お前たちのしたことはまるっとお見通しだっていう感じがねちょっととどろいちゃいましたけども、近所にこの声とどろいちゃいましたけども誰も見てないですね。あ、危ない、あそこのベランダにちょっと若い男の人がいる、気をつけろ気をつけろ、見られているかもしれない、気をつけろ。セーフ、危ないっていう感じの、ちょっとラブリーすぎるのかしら。私っぽくないね、そして似合ってもいないね。このやっぱりなんかこの丈感がやっぱり仲間由紀恵さん感。ちなみにスカート入ってたけどパンツ入ってないのかねとか思ったんだけど、まあ、パンツだと丈感とかむずいのか。
はい、そんな感じでした。私はバイオリンではなく趣味はビオラですっていう感じですね。すいませんでした。すいませんでした。はい、こんな感じで、まあ着てそうっちゃ着てそうというか、よくアフタヌーンティーしてる女子がこういう格好してるイメージングあります。お母様、今日はアマン東京でアフタヌーンティーをしましょうっていう感じのね、ファッションかなと思います。まあ意外とお洋服の作りはちょっとタイトめでぴったりかなっていうとこです。ぴったりめな感じですね。まあ着てそうって着てそうだけど、丈感がやっぱりまたちょっと気になるかな。もうちょっと長くてもいいかなっていうところ。まあ、めちゃくちゃ似合わなくはないかなとは思うんだけど、まあ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 って感じ。まあ平均点的な、特別すっごい欲しいなとかっていうあれでもないかなっていう感じで、もまあ別にセンス的にというか趣味的には全然 OK なジャンルかなっていうところで、はいっていう感じでした。アマン東京アフタヌーンティー系でした。そちゃですが、というわけで戻ってまいりました。というわけで6着で、まあただね、コーディネートがこれとこれを組み合わせてっていう体でっていう、何かな、コーディネートの提案っていうのが多分ね、見たんだけど見つからなかったんでなかったんだけど、多分色合わせ的にこういう風に合わせてきてねっていう風なことかなと思って、上下あのセパレートになってるものはコーディネートしてみたんですけど、どうだったかしら。まあ水飲んできたでしょ、びっくりした、スプラッシュマウンテンみたいになっちゃった。はい、というわけでじゃあ1着目からいこうかな。はい、で最初に着たこのスナイデル、このワンピースでも私もともとね、うさぎオンラインでよく買い物しててスナイデルとかフレイ ID とかミラ応援とかそこら辺よく着るので、まあ前にね購入検討したこともあったぐらいだったし、やっぱり丈感ぴったりだったんで、ちょっとこれは買い取りしてもいいかなっていう感じぐらい、まあ良かったかなと思います。水色系ね、そんなに持ってないので、はい、いいかなと思います。やっぱお仕事の都合上、なんかこう例えばブランドのテーマカラーが黄色だったら黄色着てとか、水色だったら水色着てとかってね、たまにあることがあるんで、全色大体何かしら持ってるかなっていうところなんですけども、これすごい生地感もなんかちょっととろっとした感じで着やすかったし、中のインナーもすごいしっかりしたね、キャミソールのワンピースの入ってたのでいいかなと思ったんで、これはね結構気に入ったので、はい、そんな感じです。でさっきありましたけど、買い取りもできるってことだったんで、買い取りしたいものはお家に置いといて、買わないものは箱に入れて送り返すっていう形でやるようなので、ね、これはキープできたいかなと思います。はい、こちらね、次に来ましたコーディネート、ちょっと読み方わからなかったんだけど、スカートのこちらと、あとこのトップスね、ちょっとでもこれはもう春かもしくは秋冬の素材だったので、このトップスはちょっと返却しようと思います。あ、ちなみになんだけど、ちょっと調べたところ、これ買い取りありって言ってるけど、新品なのかなっていうとか調べたら 80% 以上は新品で、他のものは綺麗にクリーニングしてあるよっていう風に書いてあったんで、どれが本当に新品なのかっていうことはわからないけど、まあ綺麗な状態にして送ってくれてるっていうことで、まあ商品をしっかり見て自分でこれいいなと思ったら買い取りすればいいっていうことかなと思います。
はい、っていうわけなんですけども、ちょっとこれは時期的にちょっと暑かったっていうところと、あんまりやっぱ私パフスリーブがちょっと似合わないなっていうところと、首詰まってるものよりも首開いてるものの方がわりかし好きとか、まあなんかそんな理由で今回これは返却しようと思います。でスカートもやっぱり丈感が私チビなんですけど、この丈感ってすごくなんか足が太く見えるというか、なんかあんまりかなと思ったんで、もう別になんかこれもちょっと返却しようかなと思いますね。いろいろ試せるのはね楽しいけどね。で次に来たのがこちらですね。はい、ミーアのやつだったんですけど、ちょっとねきつかったんだよね、ここら辺とか腕周りのとこ、私が腕が太いからだと思うんだけど、ちょっときつかったっていうのと、スタイルがよく見えなかったっていうのと、あとやっぱり丈感がちょっと微妙な丈感なので、これもまたちょっと足太く見えちゃいそうだなっていうのがあったんで、まあ別にデザイン的には全然よく着る方だし、こういうソーレースのやつとかもよく買うんですけども、ちょっとこちらは返却しようかなと思います。で最後のコーディネートがですね、通称私がトリックコーディネートと呼んでるんですけども、はい、下がレッセパーセのスカートなんだけど、やっぱりこういう柄は私似合わないのと、あと圧倒的にこのさっきのスカートもだったんだけど、両方このちょっと中途半端丈というかミドル丈だったんだけど、ミドル丈やっぱり相当私なんか似合わないなっていう風に自分で着てみて思ったので、この丈感のスカートはちょっとなしかなっていうところで、サイズ感はすごく良かったんですけどね。このトップス、このトップスも、なんか別にダメじゃないんだけど、買い取るほどでもないし、っていう感じで、私にはあんまりね、そんな似合ってなかったかなと思ったんで、こちらもね、返却したいと思います。はい、というわけで、今回的に言うと、良かったかなと思ったのが、スナイデルの1個目のワンピース。あともう1個、デザインというか方向性は良かったけど、ちょっとタイトだったとかいう理由だったのが、ミーアのワンピース。あとはちょっと、私っぽくないというか、私があんまり好きじゃないなっていう感じだったので、今回はまあ6分の1かな、私がいいなって思ったのはっていうところだったんで、ちょっともうちょっと細かく項目を選択して、で今回のサイズ感だったり、次回のどういう風にしたらいいかっていうアップデートの情報を行って、どんどんこう良くなっていくのかっていうのをちょっとしばらくやって、全部ね、あ、いいわって思うものになるまでちょっとやってみたいかなとか思いました。面白いね。でもなんか何が届くか分かんないし、あ、意外とこういうの似合うんだっていう発見がもしかしたらあるかもしれないので、はい、ちょっとまたやってみようかなと思います。というわけで今日はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。